目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。曹操殿をここで散らすわけには参りません。華麗に進軍し、急ぎ本隊に合流するのです。お前を先には行かせない。俺がここで燃やし尽くしてやる。さあ、今こそ私たちの猛攻の時。いざ激流のごとく。潔く引くしかないようですね。曹操殿、どうかご無事で。よし、いい感じだ。この勢いに乗って曹操を追いかけるぞ。よし、私たちの勝ちね。その勇気に惚れ込みそうです。あんな、本当にすごすぎる。
将校殿こそ真の三国無双だ。この城は同胞を守るためのもの、貴公らには断じて渡せん。ドレア、守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。おどって策の練り直しだ。猛虎転生打ち取った。この城が安全であると噂を流しましょう。全部集まった曹操軍の兵を誘い出せるか。よし、私たちの勝ちね。弓は大得意よ。豪快な暴れっぷりっすね。敵の来ない城があるらしいぞ。みんなでそこに逃げないか。え、本当か。よし、逃げよう。今すぐ逃げよう。我が輩の長年の経験が告げておる。曹操は曹仁と合流後、ここへ逃げ込むだろう。その前に、この地を確保する。各門の敵将を倒し、包囲の体制を整えよう。これ以上好き勝手させるかよ。あんたらにこの門は渡さねえ。我らとてここで引くわけにはいかん。この門、何が何でも渡してもらうぞ。ここを取られるってのは考えたくないな。どうして守るとするか。殿が来る前に撤退するのかよ。どんな顔して戻りゃいいんだ。俺、この門の守備は自分が。曹操軍の兵は誰一人通しません。その門奪ってやるぜ。
よし、前線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。敵が来たか。どんな罠を試せるか楽しみだな。妙な、いや油断ならぬ相手、こういう輩はさっさと倒すに限る。いろいろ試してみたかったんだけど。ではこの門の守備を担当します。ネズミ一匹待ちませんよ。これで包囲は完成しました。曹操軍が逃げてきても追い払いましょう。敵将討ち取った。どうせ敵は私に群がってきます。ここに陣を敷き待つことにしますわ。この辺りにチリチリになった敵兵がいます。捕虜にすべく味方が向かったのですが、味方がなかなか帰ってきません。しかし敵に手こずっているのかも。もう曹操軍に勝ち目はないぞ。潔く降伏したらどうだ。最後まで諦めないぞ。敵に恥ずかしめを受けるわけにはまいりません。私は何としても我が君のもとへ戻らねば。猛虎天将まで悔いなしです。捕虜にするなり、なんなりしてください。ああ、領袖の恥ずかしめを受けるとは。敵にもてあそばれるならば、いっそここで。奥方様、どうかお逃げください。私が身代わりとなります。死力を尽くして戦いました。私の処遇はお任せします。すみません、おとなしくしますんで許してください。
辺りに敵兵はいないみたいだ。全軍撤収せよ。おかげさまで多くの敵を捕虜にできました。彼らは皆連合軍の力になりたいそうです。そこで捕虜を部隊に組み込もうかと。彼らと共に曹操を追い詰めてみせます。伝令、我が軍の撤退先、敵兵に囲まれております。このままでは味方が撤退できん。城の先、包囲を突破するのだ。よし、私たちの勝ちね。うん、痛快なご活躍よ。制圧しましょう。船を使って撤退しようというなら、そう思い通りにはさせんぞ。もう曹操家のやり方にはついていけません。どうか手助けをさせてはくれませんか。俺たち一足先に曹仁のもとに向かいます。俺たちが来たら寝返りますから。できませんでしたか。悔やせず申し訳ありません。よし、これで奴らは船を使えばいい。撤退路を塞がれた敵を存分に追い回してやれ。よし、私たちの勝ちね。おお、素晴らしいお働き。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。あなたこそ真の三国無双です。目障りなとこは潰しちまうか。トラグル、ついてこい。趙文猿、これにあり。何人も曹操殿に触れさせはせぬ。逃げてきました。これからは曹仁様のそばで戦います。曹仁様が襲われては一大事。俺たちがしっかりお守りします。モーコ、天井部。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵
敵を足止めできぬとは無念。曹操殿、どうかご無事。みんな、足止めできずに進まない。私に逃げてくれ。よし、私たちの勝ちね。何を召し上がりますか？またのお越しを。この戦、宗神のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。宗神様、大丈夫か？オイラが敵を食い止めるから逃げるんだよ。巨女か、すまん、ここは任せた。お主も必ず生きて戻るのだぞ。天井です。おお、誰一人この先へ行かせはしない。長州、いざ参る。俺たちは捕虜になったが、待遇は悪くない。お総軍なんか見捨てて、こっちに来いよ。確かに、こっちの負けは見えてる。よし、ヤゴグ、俺も降伏するぞ。よし、今だ、オーディも撃て。モーコ、天井だ。よもや自分の帰化が願えるとは、我らの士気はそこまで落ちているか。我らが後に及んで打ち損じるとは、しかし生涯の深く。もう死ぬにわしの首を狙っておるな。ここを抜ければもはや勝ったも同然よ。弓は大得意よ。孫権よ、これがお主の虎の見事だ。そうそう、我らの追撃を振り切ると。だがこの敗戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天下へと飛躍するのです。劉備様の行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。よかった、本当によかった。よし、俺らももう一踏ん張りするぞ。曹操軍は完全に撤退した。諸葛亮殿、こたびの協力重ねて礼を言う。おかげで曹操から孫悟の地を守ることができた。
いえ。諸葛亮殿、君たちの協力には感謝している。いや、率直に言えば曹操は赤壁で、孫権様、出立の準備は整っています。作戦は今伝えたと。慶州を得るため高陵にいる宗純を撃つ。気を抜いては、あれは、あれれ、味方が走ってきてるよ。周遊様、敵将の矢で負傷、直ちに救援が必要です。え、周遊様が、早く助けに行かなきゃ。なんとか間に合ったか。急ぎ部隊を再編成し援軍に回せ。船が故障してしまいました。このままでは使えません。修理に使う材料も足らず、よろしければ集めてきていただけませんか。修理に必要なのはこちらの材料です。よろしくお願いします。ありがとうございます。おかげで船を修理することができました。これで船を出せます。いつでもご利用ください。宗純殿の御為、ここは抜かせん。鋼のごときその忠勇、見事なものよ。だが、それがしも殿のため、引くわけにはいかぬ。戦ぶりです。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。あの地を狙う。ついてこい。敵の痛いと
ことが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。守りきれなかったか、宗神殿、お許しくだされ。よし、私たちの勝ちね。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。先ほどの一撃はお前の急所を貫いた。これ以上の抵抗は苦痛を長引かせるだけだ。私はまだ終われぬ。そのものためには、進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。救援が来たようだ。しかし、我々から勝機をつかまねば。こちらの優勢をみすみす覆されてしまった。この一戦が孫悟の未来を決めるのだ。たとえこの身がどうなろうと、高い抜か引くべきか。覚悟。よし、私たちの勝ちね。筋金入りですな。自分も見習う所存です。お見事な戦ぶりです。外れてほしいぜ。よっしゃ、私たちの勝ちね。
晴らしい戦ぶりです。弓は大得意よ。呼び込まれてはおしまいです。それまでにここを落とさなければ。引いていきます。これで上陽は孫悟のものですね。よし、私たちの勝ちね。上陽からの援軍が止まった。これ以上の助けを弓は大得意よ。ここの備えだ。一兵たりとも通すまいぞ。拙者はここより一歩も動かん。守りを固め敵を待つのみ。出てこねえならこっちから行くぜ。鈴の勘で止められるもんなら止めてみな。聞く人物がいるらしい。だけどせっかくの策を潰されるのは困る。ここは一つお引き取りを願うよ。天井閣弓は大得意よ。私としたことが完敗だ。諸侯殿の働きも無駄になってしまったな。まいった。君の力を読み違えていたか。よし、私たちの勝ちね。
番長様が敗走されました。一緒に吸収されたとのことです。なんと番長殿の策が看破されたか。敵ながら鮮やかな手際よ。我らはここの備えだ。ペタリとも通すまいぞ。今こそ身を七において生きるべし。番長殿の策を看破するとは見事。ならば拙者の部にてお相手いたそう。見たか、医療は鈴の関連がいただいたぜ。策を見抜き、そして拙者を破ると。そいち、お見事。拙者、打ち取った、よし、私たちに勝ちね。守り抜くのが我が務め。何人であろうとこの盾は抜けぬと知れ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。弓は乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。ここで防御態勢を取るのだ。真の三国無双です。これで孫悟の飛躍もかな。弓は大得意よ。なすべきこと。聖夜様大
手当てしなければ。急ぎ周遊殿を本陣までお連れしろ。周遊殿、おけがは？心配はいらぬ。何？おのれ諸葛亮、卑劣な策を露し、決し露宿、慶州の上何を召し上がりますか？またのお越しを。周遊か姫様が今劉備が到着したそうだ。全軍に命ずる。これより孫悟にあだ名すべき劉備を討つ。姫には決して危害を加えるな。狙うは劉備ただ一人。全ては孫悟の未来のため。子供かかれ。
退路はないとし、全力をもってここを死守するのだ。姫様、我が刃届かなかったか。わしらは周遊に重荷を背負わ、孫昌公と劉備は周瑜の追っ手を振り切った。彼女の劉備を慕う気持ちは国同士の政略を超えていたのである。この同盟の結末がどうなるかは誰も知らない。だが彼女の思いは決して変わることはないだろう。彼女はいつまでも劉備と共に生きていく。